風が強い日になってきちゃいましたな。はい。まあ今日はね、2022年今年トゥインゴさんでね、やってみたいことというか旅行の話なんですけど、2022年はトゥインゴさん6輪計画で行こうかなと思っている次第でございます。なんだ急にってトゥインゴさん、まあ、これで今、まあ、もうじき2年経つ感じになるんですけど、まあ、乗れば乗るほどね、お気に入り度が高くなってくる車でございましてね、正直何がっていうようなね、エンジン音がいいとかそういうこととかっていうのは決してないんですけど、まあ普通のいわゆる実用車ですよね。なのでね、特にこれがっていうことがあるわけじゃないんですけど、まあ乗れば乗るほど本当にお気に入り度が高い車で、ぶっちゃけところ今まででしたらね、休みの日になると、まあ、寒くってもバイクに乗るのが理由、バイク乗りなんかの場合は多いんですけど、目的地っていうんじゃなくてバイクに乗るのが理由っていう風な感じで乗るんですけど、うちの前のアルファスパイダーみたいなもんですね。トゥインゴさんの場合、トゥインゴさんに乗るのが理由っていうふうなところまではいかないんですけど、寒い中わざわざ他のやつ出さなくってもこれだったら快適に行けるし楽しいしなっていうので、トゥインゴさん出すのが非常に増えたんですよね。で、まあ、当初の頃からね、トゥインゴさん、まあ、結構気に入ってたので、例えばカタログなんかでね、車中泊っぽいようなことができるようなね、写真があったりとかしてたので、それをね、まあ、加味してみようかなとかいうようなことも動画で試したりとかしたんですけど、まあ、いかんせん一人暮らし長いのでね、料理とかそんなのも普通にやってってるんですよね。でも、まあ、めんどくさいのでね、まあ、キャンプでやってるような炒めるだけっていうような簡単な料理で、そうするとね、基本は道具ですからね、家でする方のが簡単かつ綺麗に出来上がるんですよね。でどうもなんか車中泊っていうのもまあしないなぁと、するんだったら言ってもせいぜい仮眠泊ぐらいかなっていうような感じでね、ちょっと寄ろうと思ってたところをやめちゃいましたけど、まあどうしてもね、旅行とかって言ってね、出かけようとしても、まあ仮眠泊ぐらいしかまあ使えないよなっていうようなことですよ。でもね、トゥインゴさんお気に入り度が高いと。で、まあそうなってた時に、まあ先日バイクで向かったね、片山津温泉の旅行の時に、向こうでレンタサイクルを借りたんですけども、もともと自転車趣味だったんですよね、15年ぐらい前まで。でその自転車趣味でやってた時の楽しさっていうのを、ママチャリだったんですけどママチャリだったんですけども、なんかやっぱり思い出しちゃってね、これいいんじゃねえかなと。トゥインゴさんに折りたたみ自転車積んでね、6輪生活をやってみようじゃないかと、ということで、まあね、6輪生活を考えているわけですよ考えているというか、まあ、もう実行しようかなと思ってるんですけどね、まあ、トゥインゴさんで行う時の6輪生活で、まあ、ちょっと懸念事項としてはね、やっぱり私ちょこちょことくねくね道も走りたかったりなんかするわけで、くねくね道とかね、走ってるとというか走ろうとすると、やっぱりね、
まあ折りたたみとはいえ自転車なんかを乗せて走ろうとすると、まあ、左右にずれたりなんかするでしょうし、それがどこまでね車体を傷つけずに折れるかというようなこともね、まあ気にしていきたいわけなんですけどもね、まあ、それの実践を兼ねたドライブでございます。さあ駐車場入りますね。5時で施錠されるところですけども、はい、トリマ弁当ですね。セブンイレブンで買ってきた四川風麻婆弁当。麻婆豆腐大好き人間なんですね。セブンイレブン久しく来ないのでね、美味しそうじゃないか。お、うまい。ピリ辛だね。ハッチの開いたトゥインゴさんの中には折りたたみ自転車をねこのように入れて、まあ、無理やり入れようとしたらこのトランクルーム内にも入らなくはないんですけど、バンバンと跳ねた時にね折りたたみ自転車のハンドルとかが跳ねてガラスに当たると割れそうな気がしたので、ちょっと後ろを倒してね今こんな感じで積んでます。まあ、実際に出かける時は多分この辺りのね、あの鉱石ロックしているところと自転車と、まあ、結んでさらに動かなくしてみたらどうかなと思ってるわけでございます。ということでトゥインゴ6輪化計画のお話でした。この自転車の話はあって今から納車動画を撮ります。自転車乗ってから自動車乗るとめちゃくちゃ快適に感じるっていう、すっげえパワー感に感じるわ。やっぱり車のアシスト力すごいね。当たり前だよね。アシストじゃねえけど。